はい、皆さんこんにちは。小美堂時計店の神岡と合田です。よろしくお願いします。はい、今回の動画では、時計の防水性能についてというお題でやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今回は時計の防水性能についてというお題でやっていきます。もう基本的なことからおさらいみたいな感じですね。はい、まあ、初めての方でも分かりやすくご説明できるように頑張ります。これを知れば時計を見るだけでこの防水性能はどれぐらいなのかっていうのが丸分かりです。そうですね、はい。時計の防水っていうのはいろいろありますけども、時計のまあ文字盤であったり、それを裏返したケース裏であったりにその時計の防水表記が書いておりますので、もしお手持ちの時計があればそちらをご確認しながら見ていただければと思います。はい、まずはその時計の防水性能、まずはこんな感じですね。まず防水ゼロ、防水がない時計っていう時計があります。でこの時計最近なかなかないんですけど、まあ、あまり見かけない。そうですね、もう全く防水がない時計、防水ゼロ。例えば、まあ、ちょっと濃いんじゃないけど懐中時計なんかも、あ、そうですね、はい、水は絶対ダメよっていうのが防水、非防水、非防水の時計です。で、その上から、防水機能がある時計になってきます。はい、で、まあ、文字盤であるとかケース裏に書いてあるのがこのウォーターレジスト、ウォーターレジスタント、その略の WRっていうのが書いてたらその時計は防水があるよという表記になります。で、これの後に数字、例えば 100m、 ウォーターレジスト 100m とかウォーターレジスタント 200m とかいう表記もありますので、まあ、これがあると防水があるなと思ってください。ではその防水どんなパターンがあるのかっていうのがあります。いろいろ表記が分かれてます。はい、まあ、大まかにですけど、こんな感じです。何メートル防水、はい、何気圧防水、何バー、バールですね。で、なんとか ATM、まあ、ここね数字が入りますが、はい、いろいろこんな感じで表記が分かれております。まあ、時計の生産国ですか、まあ、国によったり。国の基準であったりとか、その、JIS とか、はい、の基準に準じてこの表記が書いてあります。ではその数字、小さいものから順にご説明させていただきます。はい、こんな感じ。まずは第1弾、まあ、非防水時計の一つ上と思っていただいたらいいんですけど、防水、ね、はい、うん、それが、まあ、3気圧、3バーで、メートルだと30m、このあたりが、まあ、ここ日常生活防水、まあ、そこまで水に強くないけど防水はあるよ、まあ、少々の水滴が散るであったり小雨が当たる程度であれば問題ない、はい、問題ない時計になります。でその 30などの上、一つ上が5気圧防水であるとか5バー 5ATM50 メートル、これがまたちょっとずつ強くなっていくんですね、防水機能が、うん、はい。でまあこの辺り、まあ、ブランドにもよりますけど、まあ、5あたり超えてくると日常生活用強化防水なので弱くはない、弱くはないですけど、まあ、それを強化したプラスアルファちょっとそのそれより多い水分にも耐えられる、はい、というぐらいの強さですね、になってます。なので、まあ、日常使い、まあ、汗をかいたりですとか、さっき言ってくれた雨がかかるとかっていう分にはまず問題ないよっていうのがここまでの表記になります。で、多くの方が混乱されるこの上、この上です、間違いやすい、はい、そしてまあ夏になるとどの辺りの防水から泳げるのというちょっと分からなくなってくるのがこの辺りの防水です。はい、さらに上、上、まあメートルでいうと 100m、 200m、 300m とどんどん防水機能が強くなっていきます。で、10気圧防水、この辺りですね、この辺りから
ダイバーズウォッチと呼ばれる境目ができてきます。できてきますね。まあ、大体10気圧になるともう少々水が散る程度であればそんなに問題もなく、はい、ある程度はもう大丈夫と、はい、でこれはあくまであの小微動うちとうちの取り扱いのブランドメーカーの基準というか、あのルールでお話ししています。もしあの例えば時計屋さんなんかによったらこのラインでも泳いでもいいですよっていう時計屋さんなんかもあるので、あくまで小微動のルールのお話。あの一つのちょっと例を挙げると、国内ブランドを取り扱うとお店さんはなかなかこの10気圧の時点であいけるよっていう人も多いですね。はい、なのであくまで小微動のお話とさせていただきますが、当店では泳げるよっていう時計はここです。20気圧防水 200m 20バー 20ATM、 ここからダイバーズウォッチであったり、本当につけて泳いでもいいよっていうラインをここと当店では定めております。あ、これ以上の数字であればもう OK、 OK です。はい、はい、なので、まあ、逆に言うと小微動ではここのラインではつけて泳いではいけませんということをアピールしています。この辺なんかからね、あの電池交換なんかでも、はい、防水パッキン変える変えないが加わってくると。そこなんですね、うん、はい、なので防水検査が必要なラインもここのラインですね、当店では。はい、で、まあ、上を行ったらキリはないです。はい、30、この上 500m、1000m、 中にはその上なんていう時計もありますので。ただまあ当店で取り扱っているメイン防水時計のメインはこの辺りです。大体この辺りですね。はい、で、さっきちょっと言葉が出てきたダイバーズウォッチっていう分類はもう完全にここから上の時計です。 200m 以上。後であの時計を使ってご説明しますが、なぜそうなのかっていう理由が分かってきます。はい、で、まあ、つけて時計つけて泳ぐこともあるかもしれないと、逆にまあ頻繁に泳いだりするよっていう方はもう完全にこの辺りの防水以上の時計を選ぶと間違いはない。やっぱりね、こう時計つけていて、いつの間か中身が曇ったなんてことになってしまうと、そうですね、もうね、どうしていいか分からなくなる。はい、で、ちなみに、まあ、当店では何回か修理があったのが、この辺でつけて泳いだら水が入ってしまったよっていうのが何回もあります。はい、では、はい、実際に、時計を見ながらその違い、まあ、見た目で違いが分かるのかっていうのもあるんですけど、うん、そちらもちょっと比較してみたら、ね、はい、はい、まずはじゃあ、防水の低い時計からご紹介していきます。はい、この時計はですね、どこに書いてあるかというと裏に書いてますね。ちょっと映るか分からないですけど、はい、ウォーターレジスト、ここに書いてますね。で、3バーで 30m なので、日常生活防水の時計ですよっていうことですね。はい、ここなんかを見れば一発で分かります。で、まあこの時計なんかは特に、まあ、見た目で、まあ、ダイバー時計ではないですし、海で使えるような作りにはなってないですね。はい、そもそもカービルドはね、やっぱりダイバーとかに適、まあ、防水に適してないの で、 そうです、ね、この辺りをチェックしてもらうと分かりやすいかと。はい、こういう時計はもう、まあ、基本的にシャツに合わせたりスーツとかジャケットに合わせるように作られているので、まあ水とはちょっとあんまり関係ないような作りにはなっています。では次から防水があります。はい、次が、まあ、100m 防水という時計があって、まあ、その次 200m 防水。はい、こちら 200m 防水でもクォーツの時計なんですが、まあ、明らかに変わったポイントがベゼルですね。そうですね。はい、この 200m 以上の防水がある時計はほぼまあ時計のそのコンセプトとかデザインなんかにもよりますけど、まず防水がある時計をこのベゼル、逆回転防止ベゼル、基本的にはちょっとね、あの名前だけ聞くとすごく紛らわしいんですけど、正回転には回らずに逆回転にしか回らないんで、はい、はい、これが反時計回るんですね。こっちですね、こっちは回るけどその逆、こっちは回らないよという作り。まあ簡単に言うと、潜った人の命を考えてこういう作りにはなってるんですけども、時間をカウントするためのアイテム、はい、これがついてきます。で、まあ一般的にダイバーズウォッチの定義として、まあこれも含まれるよということが言われてますね。このベゼルがあるかないかみたいな、そう、その中の一つの重要な部分ですね。はい、そうですね。はい、で、この時計は電池で動いている 200m 防水の時計です。はい、はい、で、次は同じ
ダイバーズウォッチなんですけども、今度は防水が上がります。でここに書いてあるのが300m 防水で30バールなので、うんはい、さっきより一つ上ですねの完全なるダイバーズウォッチ、うん、で機械式の時計、オリスの時計ですねになってきます。この辺りになるともう完全につけて泳いでも大丈夫ですし、もうプロ仕様と言っても過言ではないです。もう問題ないですね、はい、で先ほどボストークヨーロッパの時計にも付いていた逆回転防止ベゼルも付いていますね。こちらの場合はさらに、さっきは1秒ごとの刻みやけど、はい、こっちの場合はもうさらに1メモリ増えた、細かく刻んでいける。本当にあのプロ仕様というか、まあ、専門家の方にも使えるような時計ですね。やっぱり針なんかも蓄光で見やすいと、はい、あの本来ちょっとこれ明るいところですけど、真っ暗いところ行っても蓄光で光が見やすいと、はいはい、潜って深く潜って暗くなっても見えやすいような作りになっております、ねはい、で同じ自動巻きで 300m 防水、こちらティソのダイバーズウォッチ、まあ、各ブランド、まあ、ダイバーズウォッチを出しているんですが、まあ、先ほどからずっとこのベゼルついてきてますよね。大体防水性能強いものに、ねはい、全てついてます。でさらにこの時計はですね、こちらヘリウムバルブと書かれています。いわゆるこの飽和潜水でね、あの、はい、ヘリウムガスを背負ってタンクを背負った人の、あのガスを出すための装置ですね、はい、本当に深くまで潜って、そして時計を守る機能がここにもついております。だ普通に素潜りする人には全く縁のない、ね、機能といえば機能、はい、で自動巻きの時計になっております。でダイバーズウォッチに関しては、まあ防水 200m 以上防水があると言いましたけども、先ほどちらっと出てきましたがメンテナンスに大きな違いがあります。ちょっと戻ってボストークヨーロッパのこちらの時計、はい、まあ、ボストークヨーロッパじゃなくても200m 以上での防水で電池で動いている時計っていうのは数多く存在します、はい、この時計なんかはもちろん止まってしまうと電池交換が必要なんですが、ただまあ一般の時計屋さんでは電池を変えるのはちょっと難しいと。で、まあ、専門の国内のメーカーで電池交換をするのですが、まあ、これ以上の防水になったクォーツの時計は、防水検査という検査があります。この 200m 以上、200m、300m の防水をしっかり保てているかっていう検査、やっぱり電池交換で蓋を開けるんで、その時にちょっと防水性能が下がってしまう恐れがあると、はい、で基本的にはこの裏蓋の内側に入っている防水パッキンがあるんですけども、はい、黒いゴムリングなんですが、それがやっぱり消耗してしまうと防水機能落ちますので、うん、まあ、それも交換していく、はい、まあ簡単に言うと潰れてしまうと、ギュッと潰れてしまうので、その隙間から水が入っちゃうよと、圧力でね、はい、なのでパンとした綺麗な新品のリングを入れてあげることによって防水性能が復活すると、はい、で、まあ、200m、300m 防水があるけど水が入ったなんて方は結構そうやってメンテナンスをしてない方が多い、うん、で、あのいろんなところに入ってます。このリューズの内側にオーリング、あの防水パッキンが入ってる時計もありますので、こういう時計はやっぱりメンテナンスが本当に重要になってきます、まあ、特徴としては全部ねじ込み式ということですね。そうですね、もうリューズそのまま引けないです、はいはい、なのでメンテナンスは特に大事になされてください。でポイントとしては夏が終わった段階で、まあ、メンテナンスなり電池の時計は電池交換なり出していただくと一番ベストかなと思います。次の夏に間に合うという点では、一つですね、はい、アドバイスというか、はい、あのこれから防水の時計の買われる方にちょっと考えてほしいのが、はい、あのやっぱり過剰なスペックの時計を選んでしまってもやっぱお値段的にも高くなるわけですし、本当に防水が必要かどうかっていうのはよく考えた上で買われた方がいいかと思います。確かにそうですね、はい、オーバースペックだとどうしてもダメなので、はい、夏に絶対時計をつけて泳いでしまうって方はもう 200m 以上の防水をぜひお願いいたします。では本日はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。